Hi everyone, this is Background Asia. I will talk about the other side of the world. こんにちは、りょうすけです。で、今、マティさんという方にインタビューさせてもらってます。で、彼が今、まあ、日本人の彼女をどういうふうに作ればいいのかって、まあ、そういういろんな、まあ、アドバイスをされている方になるわけなんですよ。まあ、どういうふうにしたら、そういう日本人の彼女を、まあ、作ることができるのかとか、まあ、いろんな、まあ、わかんない方、まあ、たくさんいらっしゃると思うわけなんですよ。もちろん、まあ、日本人の男性だけではなくて、まあ、この動画、まあ、全世界の方見ていると思いますので、まあ、どういうふうにして、まあ、日本人の女性を、まあ、彼女にできればいいのかとか、まあ、そういうふうなことですよね。彼女を作るためにはまず出会いの量を増やさなくちゃいけないので、その中でいろいろ出会いの中でも僕がお勧めしているのはマッチングアプリなんですね。マッチングアプリを一番まずは使って彼女を作るってことをお勧めしています。じゃあなんでマッチングアプリなんですか？他になんかいろいろありますよね。例えば職場で出会いがあるとか、まあ、学校でもいいんですけれども、婚活パーティーでもいいと思うわけなんですけれども、なんでその中でマッチングアプリなんですか？職場とかだと、やっぱりその、まず数が少ないですし、成功しても結婚ってはいいんですけども、失敗した時って大変じゃないですか。人間関係は大変っていうところで、ちょっと職場恋愛は良くないかな。で、合コンは一人じゃできないっていうのと、やっぱり結構お金かかるんですよね。で、それでもって2時間とか3時間使ってもかかわらず、電話番号一人、連絡先一人聞ければいいかなっていう感じで、そうするとやっぱり料金としても、良くないかな。で、他だと、あと、ストリートナンパもいいと思うんですけど、ストリートナンパってやっぱりメンタルが結構強くないとできないんで、で、ちょっとやりやすくてもやめてしまう人の方がすごく多いので、みんながみんなできるもんじゃないかなと。で、婚活パーティーもありますけども、婚活パーティーは高いですね。7、8000円ぐらいだと思うんですけど、結構高いので、それだったら、もっと安いマッチングアプリの方がいいと思いますね。料金的にも、出会いを、たくさんの人と出会えるっていったところもありますし、好みの人と出会えるっていったところもあるので、マッチングアプリがいいかなっていうふうに思って。じゃあ他になんかマッチングアプリを使うことのメリットってありますか？マッチングアプリのやっぱりいい利点としては、場所を選ばずに出会えることだっていうふうに思ってます。で、場所って、日本の中で行くとまず、地方と都会があるわけじゃないですか。で、都会にはめちゃくちゃ人がいるんですけども、地方だとやっぱりあんまり人がいなくて出会えない。なかなか人が集まるところはないんですけども、そういった中でも、じゃあどうやって繋がるかって言ったら、やっぱネットで繋がれると。で、その中でもやっぱり一番流行ってるのはマッチングアプリなので、マッチングアプリで自分の住まいっていうのがわかるので、で、ものによっては、自分の住んでいるところから何キロ圏内っていうところで指定して出会うこともできるんですね。で、今日本の話ですけど、極端に言うと、海外とかでも自分の住んでいる国っていうのをきちんと明示して、自分が出会いたい国の女性っていうのを選んだ上で、その中で相手の国籍もきちんと明示して、父の検索条件に入れた上で、相手を検索することができます。海外でも日本人の彼女ができるっていうような。マッチングアプリを利用することによって、海外に住んでいたとしても、海外に住んでる日本人の女性にアプローチさえすれば、全世界どこに住んでいたとしても、日本人の彼女を作ることができるっていうふうにね、考えたらいいわけですよね。で、マティさんがいろいろな方もアドバイスをされていらっしゃるじゃないですか。じゃあそういうふうな中で、例えばどういうふうな感じの成功例とかっていうのがありました？一つの例としては、35歳前後で地方に住んでいるサラリーマンの方で全く出会いがなくて、何年も彼女がいないっていう方がいました。その中でマッチングアプリを使ってもらって、出会いをたくさん作ってもらって、その中で無事に彼女ができて、1年ぐらい付き合って結婚といったような成功例があります。じゃあなんで彼は今までなんか彼女ができなかったのに、急にそのマッチングアプリを使ったら、彼女ができて結婚まで行ったわけなんですか？やっぱ彼女がいなかったっていうところは、出会いが周りでなかった。職場しかなくて、職場でやっぱり出会いがなくて、で、その出会いがないからこそ、彼女もずっといなかったんですよね。じゃあどうしたらまず出会いを増やせるかっていうところから始めて、マッチングアプリを使ってもらって、出会いをどんどん増やしてもらいました。自分の最初やっぱりいろんな人に出会ってもらおうと思ったので、その自分の県の人もそうですし、そこからちょっと離れた県のところにもどんどん行ってもらって、出会いを増やしていって、マッチングアプリでの出会いをどんどん増やしていって、その中で一番しっくりくる女性と出会えて、お付き合いするようになったっていうような感じですね。日本人の男性とかで、あとは海外の男性とかで、日本人の彼女をなんとかして作りたいっていうふうな方、たくさんいらっしゃると思うわけなんですけれども、まずはマッチングアプリを始めればいいっていう、そういうふうに考えたらいいですか？今の時代で一番手っ取り早く彼女を作る方法はマッチングアプリかなと思います。いろんなやり方あると思うわけなんですよ。職場とか学校とか、あとはナンパとか、あとはクラブとか、あとは婚活パーティーとか、ただ学校職場だったら、非常に出会いが少ないと。あとは他の方法だったらちょっとお金がかかりすぎるっていうふうないろんな問題があるわけなんですけれども、マッチングアプリだったらそれが非常に安い値段で、いろんなありとあらゆる女性にランダムで出会うことができる可能性があるから、しかもそれが日本だけじゃなくて、下手したら海外でも出会える可能性があると。だから日本人の彼女を作る方法であれば、彼が一番お勧めしているのはマッチングアプリらしいです。はい、今回ありがとうございました。
Thank you for watching my YouTube videos. This YouTube channel focuses on people and businesses. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.